新村栄一は舞踊家である。本名は三木富蔵。新村栄一はまだ舞踊家になる前、ボストンに向かう列車の中で新聞記事をヒントにつけた名前であり、三村ゆっきーと表記する。長野県城諏訪町生まれ。1 9 1八年単身渡米し、舞踊家を志す。セントデニス、テッドショーンらに指示。1 9 2五年ニューヨークのカーネギーホールでデビュー。 1930年を同じくニューヨークで発表会。舞踊における東洋と西洋の融合を果たす。その後、後に妻となるリザン系を相手に、ヨーロッパ各地やカナダ、全米で巡回公演、各地で熱烈な支持を受ける。1940年ニューヨークの名門、カーネギーホールに総合的な舞踊学校、バレエアートニムラスタジオを開設。ユルブリナーや、 ジーン・アーサーといった多くの舞踊家を輩出。第二次世界大戦終結後も一度も日本に帰ることなく活発な活動を続け、アメリカで没死した。舞踊家としての活動は国外であったが、故郷を思う気持ちは忘れず、宝塚歌劇団や歌舞伎のアメリカ公演や諏訪地方の精密機械医療のアメリカ進出にも尽力した。長年の日米交流の功績から、 1969年君六等随法賞を受賞。1972年日本の更新育成のために資材を拠出。これにより、二村舞踊基金を設立。これをもとに、1973年、二村舞踊賞が創設された。毎年、諏訪市教育委員会の主催により、バレエ、モダンダンス、コンテンポラリーダンスなどの舞踊家、振付や作曲家、 舞台美術家、評論家で、我が国の舞踊芸術の発展に著しく功績の、あったアーティストに送られている。ありがとうございます。